浮かぶカフェ。浮かぶカフェ。二千二十四年八月十六日。こんばんは、癒しのアートラジオ。浮かぶカフェシーズンテンへようこそ。カフェ店主の幸男です。 浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイディアみたいにパーと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶことも、かなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。 桐門富こと富さんの「ぷかぷか温泉ひとりごと」皆さんお元気でお過ごしでしょうか本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして誠に大きにありがとうございましたえー、響いております 今は、えー、島根県の増田市のモスコスホテルというところに泊まっております。はい。明日はですね、実は、えー、中学校の同窓会、約45年ぶりの再会ということで、えー、今回ね、えー、僕一人で大さ、ああ、ちゃあの、の 山口に帰省いたたししましたはいあのでも今日ですね実はこれずいぶん前からもう分かっていたので、えー、お盆の時期なので新幹線も撮っていたんですけど本当に朝からトラブル続きでしたまずえー 京阪電車が大阪市内の停電で京橋から中之島間が動いていないということで僕はとりあえず駅に行ったんですけど電車に乗ったけど動かない状況が続いてこのままだと指定の電車に間に合わない。 可能性が高いと思ってえちょっと諦めまして急遽え奥さんに新大阪まで送ってもらってもらってというかもらったんですけどでもそれでも僕がちょっと指定の電車がちょっときついかなと思ってえ電車を変更したんですけどそしたら。 駅に着いたら、あの、僕が最初に撮った指定の電車も、その南海トラフの影響で、ダイヤが乱れてて遅れてて、それに乗れたんですけど、結局でもキャンセルっていうか変更してしまったので、それには乗らずに、その後の電車に乗ったんですけど、それが、えっと、 5分ぐらい遅れてのかなででも僕が乗りたいそのえー、っとその新山口で降りてそこからバスで東秋っていうところに行くんですけどそのバスがちょうどギリギリだったんですよ。でまあなんとかなるかなとか思ったんですけどで新山口に降りました。 ね、あのー、まあ指定よりも2分ぐらい遅れて着いたから3分あるよっしゃ間に合うとかって思って行ったんですけどバス乗り場がない,んです、あのー、いつもずっと乗ってた場所に「バス」という表示が一つもない「あれどこバスはいるんだ」とかって。 でもあのー、とりあえずそのその新幹線を出て下に下っていってでとりあえず戻ったんですよその段階でもうあと1分しかなかったんですよねで見るよく見ると反対側に新しいバス乗り場ができてたみたいでで行ったら バスが出てし,まいました、ね、で結局えー、っと1時間待って、えー、っと次のバスがあったんですけどで僕その,そのバ,スバスに乗って、まあ、東秋っていうところに行くんですけどその東秋からまた再陰線に乗り換えて。 あのそのスサっていうところに行くんですけどその電車の本数が1回乗りこと3時間くらいないんですよでそのバスに乗ったらそのちょうど23分前にそのえーと在来線 のが出てしまった後で結局3時間萩で時間を潰すことになってしまいました。はい、ねどうしようとか思ってでもまあ,あのとにかくまあねバス抜いてたけどもラッキーだったので。 あのー、東の駅に着いたら、うん、あのいつも行くあのドントンっていうねうどん屋さんがあるんですけどそこはね年中の休でやっててだってもし僕がもう学生の時からずっとも食べ続けてるどうどん屋さんなんで,でそこに行ったらですね長蛇の列でまあお盆休みということもあって家族連れも多くてでそこで。 20分ぐらい待ったかな。でまあ20分ぐらい待ってやっとうどんを食べてででもお客さんが並んでるからそんなにお店で涼むわけにもいかないので,でそのまま、まあ、お店を出てですねであのー、萩は 僕の母の実家でお墓があるので、まあ、その先祖のお墓があるんですよで、まあ、それはあの幼少の時からずっと行ってたので,で、まあ、そこにまず寄ってお墓参りをしてですねであの僕の母のまょうだいいとこがいるので,でそのいいとこのとこに行ってですね またちょっとこうあのー、ご無事にねお盆ですからお参りをしてであのー、お参りしましたであんまりにもねまずくても汗だくになっちゃったのででまああの萩、ー、もね本当に あの商店街がシャッター側になってすごく寂しい状況になってたんですけどまああのブックカフェがあってうんもう8くでとにかくもうこのままだと熱中症になると思ってブックカフェに飛び込んでですねはいあのコーヒー頼んででまあ あのすごくあのガンガンデーボも聞いててそこで体を冷やしてですねでまたまああの中古のねあの本を販売もしてるんですよそしたらねむちゃくちゃ安いんですよあの普通の本でまあ札あ本だからまあなんですけど7割引きなんですよ写真集とかもでそこで「萩の日々」というね あの僕も全然知らなかったんですけど新橋さんっていう方の、えー、写真集を見つけまして、まあ、4500円なんですけどねでも、まあ、の重たいけど顔かどうかもう本当にすごく迷ったんですけどでも7万で引きに引かれてしまって結局、まあ、1350円の本なのであついついあの。 買ってししままいましたであの。店員の方もですねすごく親切であのなんとかもうかばん今回あのリュックサック1個で行ったのでもうそれにあの入れるのに、まあ、ビニール袋くれたりとかあの詰め替えをしないと入らないからあのお店の 場所を借りて、僕がバーっと店開きというかこうね荷物バーっと出すのもあのここでよく引き受けていただいてねあのなんとかそのハゲのひびを買うことができましたはいで明日は、えー、同窓会ちょっとねドキドキですよね四十五年 四4 5年ぶりに会う。ね、楽しみな反面、ちょっと怖いなっていうところもあって、ね、でも、まあ、なんか、やっぱりこう、今までの経験で、会うと、時間を超えてしまうというか、あのこに戻ってしまうような気がするんですよね。だから もうおそらく僕はもう同窓会に来ることはないと考えているのでだからこれが最初で最後かもしれないと思いながら、えー、みんなに明日は会いたいと思いますですから、えー、次回の「ぷかぷか」はどんな同窓会だったか お話できたらと思います。はいね。皆さんも良いお盆をお過ごしくださいませ。それではまた。 今日は冒頭からもしかしたらノイズが入っているんじゃないかと思いますがニューヨークに戻りましたそしたら結構涼しいですというわけで窓を開けていれば冷房をつけていなくても大丈夫というそういう気温のところに参りましたほっと一息ですというわけででも窓が開いていますので外に今 なんか聞こえますかね救急車んポリスカーでしょうかえー、そして何やらヘリコプターが飛んでおります。ちょっと物騒ですね。やはり大都市ということで、いろいろ音が聞こえてきます。えー、先週は、ちょっと忘れてしまったんですけど、先々週ですね。 えー、新潟県の長岡市の長岡花火に行きますよということでその花火の音をお届けしますというふうにお約束したんですけれども、えー、今日はそれをお届けしたいと思います、えー、この長岡花火なんですけれどもねあの毎年8月2日3日に花火大会が行われますということは毎回曜日が違うんですね で今年は、それが金曜日、土曜日だったんですけれども、ということは、なんか来年は土曜日、日曜日になるらしいという、まあ、かなりの人出が予想されるんじゃないで,すないでしょうか、すみません、なんか言い間違いが多い今日ですけれども、すごいですね、なんか外はまだヘリコプターが飛んでおります。えー、でこの長岡花火なんですけれどもねあの戦前から まあ行われていた花火大会だったんですけれどもえ長岡は1945年つまり終戦の年の8月1日にこの長岡空襲という、まあ、大きな空襲に遭ってしまったのですでそこでえ、まあ、たくさんの方が亡くなられたということがあったんですけれどもそれでその 終戦、えー、の翌年から、まあ、霊祭という感じで、この長岡祭りというのが始まりまして、その翌々年ですね、九、えー、1947年からですかね、えー、この長岡祭りの花火大会がまた復活しまして、えー、そういうわけで、この花火大会には実は、この慰霊の意味、長岡空襲で亡くなられた方への慰霊という意味が込められていると。 まあそういう花火大会なんですけれどもまああの子どもの頃はあんまりそういうあの背景というのは気にしていなかったのでえまあ花火が毎年上がるなというなんかそれがまず主な楽しみだったわけなんですがまあそれでもあのなんとなくそういう空襲があったとかうん,なんかそういうこの 亡くなった人を追悼するる意味があるんだよみたいなことはおばあちゃんが話していたりなんとなく学校でそういう話を聞いたりとかそういうのもあったんじゃないかなというふうに思います、えー、この「長岡の花火」については実は映画が作られておりましてこれがあの大林信彦監督が作った「この空の花」という映画が2 0 0年 12年ですね公開されたわけです。でまあこれ私もあの割と最近見たんですけれどもそうですねこの映画はどちらかというとこの反戦っていう戦争反対っていうのを全面に出していて花火はなんかそういうメッセージがあるというような,なんかそういう感じでまとめてあるんですけれども実際にはまあ長岡に住んでいた子どもとしては。 あんまりその戦争反対っていうよりかはやっぱり異例亡くなった人を追悼するっていうなんかそっちの方にあの焦点があったなというふうに思うんですけれどもまあそれでもあの子どもなんて結構そうですねまた今年も花火大会だわみたいな感じでその花火を楽しみにしていたんですけれども一つあのこの花火大会でずっと毎年こう同じ 形で行われていることが一つありまして、それはあの、小三尺玉という非常に大きなあの花火が毎年上がるんですけれども、これはあの大きいっていうのは <laughs>、たくさん上がるわけじゃなくて、この一つの玉の大きさが非常に大きいんですねで。三尺というのがこれはサイズなんですね、花火の。 これ、あの、小三尺玉って正しいという字に三尺玉というふうに書くんですけれども、この三尺玉っていうのは、サイズが、センチで言うと90センチですね、直径ですかね。それで、これがあの、高さ600メーターまで上がって、直径が600メーターぐらいの大きさで、この、花が咲くと、開くという。 そういう花火なんですね。なので、こう、一発だけ、ものすごく高く上がって、非常に大きいものが、そして、一発だけ、すごく大きいのが開くという、これが小三尺玉なんですけれども、まあ、これが、あの、長岡花火の目玉でございます。ええー、そして、先ほど言いました、この三尺玉を上げるときに必ず行われるというのが、三尺玉が上がる前に、 サイレンが鳴るんですね。で、このサイレンが鳴るということについては、まあ、実際にどういう意味合いなのかっていうのは、よくわかんないんですけれども、子供の頃に言われていたのは、家族でそう言われていたのは、あの、やっぱり空襲警報の音なのだと。で、それを忘れないように。 空襲警報の音を流した後にこの小三尺玉というのが上がるという、えー、まあそうですねその非常に苦しい辛い悲しい思い出を忘れないようにそして花火というこの非常に美しい、えー、まあそうですねこの一輪の花 えー、そこに、その、追悼の意味、いろいろな意味を込めて、花開くという。まあ、あのあ、あの、さっきから何回も言ってますようにね、子供心にはあんまりそれを深くは考えてなかったんですけれども、うわ、すごいなんか <laughs> ヘリコプターが来てますね。聞こえるかなすごい外にヘリコプターの音がしてるんですけれども。えー、でもやっぱり、やっぱり、 そのことは染みてたんじゃないかなというふうに思いますなんですがうまく説明できないんですけれどもあのいつもいつもそうやって反戦とか平和とかいうことを考えてたわけじゃないんですけれどもやっぱりその毎年サイを聞いて花火が上がってそれがもう目に刻まれるそして花火というのは音なんですね音とあと波動と言いますかねもうものすごいバンって、えー、胸に響くような 体中が響くような体の底の心の底まで響くような音がやってくるわけです。なので頭で考えて、えー、こうしようああしよう、えー、こういう意味があるというよりはもう体でその意味を音で、えー、光で感じれたんじゃないかなというふうに思います。えっと前置きが長くなりましたけれども今日の 私のつぶやきはここまで。どうぞ、小三尺玉の音、聞いてみてください。それでは。上り曲道つき、黄金すだれ、怖い木のよう、打ち上げ開始でございます。 のコーナーナビーバー先輩英会話の森へのリクエストは e mail アドレス浮かぶカフェアット gmail.com ukabucafe at gmail.com または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてビーバー先輩に聞いてみたいあなたの英会話のお悩み事をお送りくださいそして番組へのご感想やリクエストご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひお送りください それでは浮かぶカフェまた次回のご来店をお待ちしております